you <laughs> ただいまご紹介いただきました浅見です。よろしくお願いいたします。えー、とあの私はあの今えー、と教育担当の副研究課長をしておりましてえー、とあの私は今日はですね工学部のご説明をいたします。でタイトルがですね工学が未来を切り開くということでまあ工学というのはですねいろんな技術のまあ集大成なんですけれどもまああの社会をですね作る礎だったというふうに私は思っております。それでえー、とまずですね。 これは東京大学の歴史ですでまず、えー、と最初は明治から入って始まってます、えーまあ、あの日本史の世界だと思いますけれども、えー、明治時代はですね植産工業というのは非常に重要だということでこの植産工業をいかに進めるかということですでその時に重要なのがその植産工業なんですけど、まあまあ、特に当時はです、ね、工業ですね第二次産業、まあ、これが非常に重要だというふうにされましたそしてまさにこの東京大学はですね そういったところにですね役に立つということで工学部というのを作ってそしていろんな人材を輩出してきたわけですその時に一番中心になっていたのは学士ですね工学士つまり4年で卒業してですねそして社会の一線で活躍する、まあ、そういう人たちは輩出してきたわけですで、えー、と実はですね東大の工学部というのはここに書いてあるんですけれども世界で最初の 高科大学です、まあ、当時7学科あったんですけれども実は他の例えばヨーロッパだとかですね元あの東大よにも古い学校大学がたくさんあるんですけれどもそういったところでですね工学部というのは総合大学の工学部ではなくて、えー、と例えば MIT みたいにですねインスティュート・ブ・テクノロジーということですけれども、まあ、そういったその工科大学ということでこの工学にですね、えーまあ 高額妥協を、ね、やるようなそういったあのところが多かったわけですで総合大学に工学が置かれたというのは、まあ、そういった意味では世界で初だったということになりますそしてその後ですね大正昭和というふうになりましたそして昭和、まあ、一番重要なあの日本の発展期というのはおそらく高度成長期だと思うんですがこの時に重要だったのはですね高品質な生産また大量生産ということです で、まさにここもですね、工業が非常に重要な役割を果たしたということですでこの頃になりますと実はもちろん学士の方々もたくさん活躍しているんですけれども実は修士の方々ですね、まあ、そういった方々も活躍するということになりますそして現在、えーまあ、現在は技術革新ですとか新技術の創生というのが必要な状況になってきますもうすででに追いつけではなくて、 まあ、あのむしろです、ね、世界の先端に立って、えー、いろんな技術をです、ね、開発する、まあ、これがあの東大の工学部の使命であるというふうふに思いますけれども、まあ、この時に重要なのはです、ね、問題発見とか問題解決つまりそれまでは何を問題どういった問題をです、ね、解決しなきゃいけないといは分かっていたんですが今やこれだけ複雑な社会になりますとどういう問題を設定するかというのに問われます。でそうういいったこととができる人材というのは 実はそろそろ博士の人材が必要になってくるということで、まれ、あ、わとしてもですね、高度な博士人材を輩出したいというふうに考えているというわけです。さて、えっと、皆さん、これご存知ですか、SDGs、えー。ご存知だってことは、どのくらいいらっしゃいますあ結構たくさんいらっしゃいますね。はい、これはあの国連のです、ねえっと、持続可能な開発目標ということで、2015年に出されたものです。 で全部で17個のです、ね、目標というのがございます。で、え実はこの貧困とか飢餓とかいろいろありますけれども、これらすべてですね、何らかの形で工学技術が必要にされているというふうに思います。ですからそういった意味では、非常に工学というのは、広いところに役立つ、まあ、そういったあの学問であるというふうに考えています。で、えっと、工学部のです、ね、研究教育の目的なんですけれども、まあ、ここに書いてあるようにですね、えっと、体系的な知識を身,身につけて、 まあ特に工学的な手法を活用してですね人類社会の持続と発展に貢献できるまあそういった指導的人材を養成するということでまあ先ほどの SDGs なんかに代表されるようなですねいろんなこう社会のニーズに応えるということが重要であるというふうに考えておりますでえっと皆さんですねおそらくなんですけれども高校で工学ってあんまり習ってないと思うんですね あの部活では何かやっておられると思いますけれども、まあ、それ以外あまりやっていないんだろうと思いますでまああの、えっと、おそらく推測としてはですね工学っていうのは、まあ、どっしかと数学だとか理科を使うのかなと思いだと思います確かにその通りです、えー、数学とか理科を使います、えー、皆さんおそらく今ですね、えー、物理科学生物資学と習ってると思うんですがすべ、えーまあ、ての学科がすべてを使うわけではないんですけれども、まあ、こういった主だったです、ね、理科の科目も数学も使います ただそれだけではないんですね実は社会も使えます、えー、まあおそらく知、えー、歴だとかですね整形倫,倫理だとかあると思うんですがそれからあと国語を当然使えます論文というのは文字で書きますね英語で英語も使えます、えー、多くの論文国際的に論文を書くこうとすると英語で、えー、と書かなきゃいけないですし英語で発表しなきゃいけませんでそういった意味でですね実はまああの高校で主要な科目すべて使えます、えーまあ あのそういった意味ではです、ね、非常に総合的な学問であるというふうに考えていいと思います。で実は工学部というのは、えーとまあ、最初はあの教養学部ということでリ、えーチ、リニン、リサンとか分一分二分散で入るんですけどもその後あの、えー、と後期課程に進学3四4年に進学するんですがその時に工学部というのは東大に入学した学生の約3分の1が工学部に進学します。ですから そういった意味ではですね、かなり多くの学生さんのニーズを、えー、に応えなきゃいけない、まあ、そういった学部でもあるということなんですねで工学っていうとまあどっちかというともしかすると、えー、理学系が研究して工学系が実装するっていうふうに思っておられるかもしれませんが実際に工学ではですね理論構築から始まって実装技術までかなり幅広く研究しているということですでちょっとあの私のことで恐縮なんですけれども、えー、と私がですね えっとどういった学部の先生方と関わったかというのがこ,こに書いてあります。私はあの都市工学とやってまして、まあ、都市計画だとかそういうことをやっております。で、実は法学部の先生もですね医学部の先生も文学部の先生もこういった方々、みんなと共同研究したことあるんですね。唯一ないのは薬学部でして、まあ、なかなか都市はちょっと薬だけでは薬あの治せないので <laughs> まあ難しいんですけどもそれ以外あのほとんど関わりがあります。 であの各学部についてですね、まあ、どういった学問が使要になるかということを考えてみますとここに書いてあるようにですね結構、丸が多いのが分かると思いますし、えー、文系理系を問わずですね、まあ、いろんなものが必要であるということが分かってまいます、まああの。もちろん丸より三角の方が少し少ないという意味で、えー、なんですけれどもとはいえですねかなり広いということが分かっていただけるんじゃないかというふうに思います。 で工学部はですね実際16の学科がございますこの社会基盤学科から始まってシステム創生学科まで16ですねでこの中には、まあ、名前を見て結構すぐに分かるようなどういうことをやっているか分かるようなものもあるでしょうし、まあ、若干分かりにくいものもあると思いますけれどももしあのご興味があればですねぜひ工学部のウェブサイトを見ていただいてですねあの内容をちょっとご確認いただければというふうに思います。 で工学部から進学する大学院もちょっとついでに申し上げますと、まあ、当然、工学系研究科とありますでそれ以外にです、ね、実は関連するところといって新領域創生科学研究科これはあの柏の方にキャンパスがある研究科ですねそれから情報理工学研究科それから情報学館それから学際情報学ということでこれらの本郷ですけれどもこういったあのいろんな大学院に行くチャンスがございます。で現在 えー、工学部ではですね学生数が大体、まあ、5500、えーまあ、ぐらいですかね、えー、と学部が2000ぐらい、えー、修士も2000ちょっとですねそれから博士が1000ちょっとということで、まあ、このぐらいの学生規模があります教員の方はです454、ねえー、とか、まあ、45プラス206と書いてありますけれども、まあ、このぐらいの数字ということですでさて工学部はですね 世界でどのくらいの地位にいるのかということで、えー、QS ランキングというのがあるんですねたまにあの新聞で出てますのでもしかしたらご覧になったことがあるんじゃないかと思いますけれどもこれは2018年で,です、ね、ちょうど東大がえと8位ですかね世界で8位ということで、まあ、工学系としてはそのぐらい。 実は残念ながらですね、2019年、えーと、ワクワクしてみたらですね、ちょっと下がってまして、えー、と13番目かなになっちゃってますけどもただ、まあ、いずれにせよです、ね、世界に名だたるいろんな工学系の大学院とごしていろんな研究教育をしているっていうのは分かっていただけるんじゃないかという,ふうに思います。また、こここれれは、えー、各分野のです、ね、競争力とということで、これは 多分まだ2019年度版出てませんので2018年度版ですけれども、まあ、それを見るとですね、結構そのどの分野でもですね、それなりに活躍しているというのが分かります。さ、ま、す、あ、が MIT はあのトップを取ってますけどね、まあ、あのこういう感じで、えーまあ、この特にあの東大が弱いのはですねあの、外国人の教員が少ないので、まあ、この辺がちょっと弱いんですけども、まあ、いずれにせよ あのやはり世界をリードする、まあ、大学の一つというふうに言っていいのかなというふうに考えてますで実はあの工学部にはですねトップランナー的な先生方たくさんおられます、まあ、ここではちょっとお二人挙げてますがお、えっと、一人は物理工学科の古澤明教授で、えっと、古澤先生も実はあの副研究課長なんですけれどもこの方はですね、まあ、量子コンピューティングみたいなことをされてましてかなりこうディープな物理 えーをですね、えー、ま研究されてるんですけれども、まあ、特にその光関基礎原理、何し社物理学の基礎原理に近いと思いますが、それをこう体系的に学んでいる方です。で、えっ、ー、とまあ、彼曰くですね、ものすごく実学を学べるし、ノーベル賞だってなれえっ、ー、と狙えると。まあ実際あの、えー、ノーベル賞になるとですね、非常にあの騒がしくあのし、この先生の周辺は騒がしくなる。まあ、そういった方です。えー、まそういった方もいらっしゃいます。ここにここに下には量子テレポテレ テレポーテーションということであの彼の専門家書いてますね。あとあの、よく、ね、マスコミに出てる方としてはあの松尾先生がおられるんじゃないかと思います。えー、松尾先生は人工知能 AI ですね、えー。AI の専門家で、まあ、これはいろんなところにこう応用して、えー、おられる、まあ、そういった方です。た、まあ、多分新聞等で,ですねご覧になったことがあるんじゃないかなというふうに思います。えー、っとあこれはですね私です。私は都市工学ですので。 都市、えー、としてです、ね、不動産の分析、それからの空間解析みたいなことをしておりまして、えーとまあ、左はの不動産市場の分析、まあ、不動産というのはあの国によって制度が違うので、まあ、日本独特のものもあります、まあ、そういったものをこう世界に発信してです、ね、まあ、場合によっては参考にしていただくし、あと空間解析ということで、まあ、新たなその都市の解析の手法等をです、ね、考えたりしております。<laughs> あとは下の方は都市の活動分析、例えば防犯意識ですとか、まあ、歩行量の話ですね。あの最近よくあのウォーカビリティということで都市を歩くのが重要だと,、まあ、ちょっと今日みたいな日は歩くのがいいかどうか分からないんですけどそういうことを言われてるんですが実は結構、季節変動があるんですねでその季節変動を明らかにしたという意味では多分世界初だと思うんですけれども、えっとまあ、どういうふうにこう変動するかというのが書いてあります。でこれを見ますすとですね 今日気温が何度で、今日湿度が何パーセントだと、どのくらい減るとかね、どのくらい増えるっていうのが予測できるんですね。き、まあ、今日みたいに暑いとですね減ります。まあ、皆様ねあ、あんまり歩きたくないですよね、ここ涼しいですか、ここにいたい感じだと思いますが、まあ、そういうことが例えば研究等で分かるということになります。さて、高、え、額、ー、を極めるためにですね、まあ、どういった勉強をするかということをお伝えいたします。えっ、ー、とあの 東大に入りますとですね2年の後半から各専門の学部に入ります。で工学部も,もちろん当然2年の後半からですね。で、えっと、2年の後半とそれから3年はですね、市、えっと、として基礎、分野の基礎を学びます。機械工学だったら機械ですね、電気だったら電気ということなんですけども、それぞれこう基礎を学ぶことになります。各分野のディシプリンを、えっと、効果的にです、ね、教育できるよそういったカリキュものが組まれております。 えー、そして、まあ、工学の一分野をできれば極めてほしいわけですね、えー、学士で出たとしても、もうある種の専門家になりますので、まあ、そういった心構えを我々、えー、としては持ってほしいと思っています、<laughs> またあの予習、復習も重要ですので、まああの、それは皆さんね、高校で慣れてると思いますけれども、でえー、と講義内容はです、ねまあ、当然のことなが大学院入試につながります、で結構あの多くの学士の方が、学士というか、4年終わった方がです、ね、修士に進むんですね、工学部の場合。 ですので実はこの大学院入試っいうのも重要なものということになりますで4年生になりますと、えー、そろそろですね卒業研究って始まります、えーまあ、も,しもしかすると、えー、その生涯で,です、ね、初めての研究をすることになるわけですね、まあ、最近だとあの中学だとか高校でですねある種の卒業研究的なことをしたことがあるかもしれません、まあ、そういった方にとってはですね、まあ、2度目ということになると思うんですが この卒業研究はもうかなり本格的なものです。場合によってはです、ね、学会論文にして学会で発表するなんてことも可能性があるわけですで研究というのは自分のテーマを発見してそれから問題解決を工夫してです、ね、そしてそのアイデアを検証するという、まあ、そういったことをしなければいけないわけですねであのやはりかなり自主的な活動になるわけです。 えと待っていてもですね先生がテーマあじゃあこれやんなって言ってくれるわけじゃないわけですね。でそういう意味では非常に厳しい、えーまあ、ものではあるんですがただ一方ではですね新たな地に、えー、チャレンジするという意味でですね非常に楽しい、まあ、知的な楽しさをですね味わえるのではないかという,ふうに思います。それからもう1つはですねこれまでは大体、都市活動教室に先生が来て授業を、まあ、受けるって感じなんですがこの 卒業研究が始まりますと各研究室で先生とかなり密のですねディスカッションをしたりあるいはまあ研究室の他の大学院生だとか学生とです、ね、お話をしたりということでかなり新しいコミュニティがで,、ね、できるんですでそういう意味ではです、ね、新しい大学の居場所ができますしある意味ちょっとこう家族的な雰囲気を味わえるのではないかということで、まあ、これは非常に、まあ、私たちは非常に楽しい あるんでですすけれどもも、まあ、そういういのですであと1つ重要なことはです、ね、研究倫理というのも重要です研究倫理っていうのは例えば他人のアイデアを盗用、ね、しちゃいけないとこれは当たり前のことなんですけれども例えばあのもしかするとです、ね、高校なんかでこレポートを書くときにウェブで探してきてです、ね、それをこう書くだけにしちゃうかもしれませんこれは卒業研究等ではです、ね、もちろん上でも当然そうなんですけれども絶対やっちゃいけないことなんですね。 そういうアイデアを借用したんだったらばどこ,らどこから取ったかということをです、ね、ちゃんと引用しなきゃいけないわけです。でこれを、まあ、やることを怠った先生がです、ね、大学を辞めさせ,たりさ,させられたりなんかしてますけどもこれ非常に重要なことでこれもあの研究という分野で,です、ね、非常に重要なことなので卒業研究等で,です、ねえー、と教えられるということになります。で実はあの卒業研究というのは研究室だけでやる必要はなくてですね えと工学部のです、ね、いろんなセンターですとか、まあ、全学のです、ね、いろんなセンターだとか、まあ、いろんなものを使えるんですね、まあ、そういうのもぜひ活用していただければいいのかなというふうに思いますで、えーとまあ、卒業がどうなるかということなんですがもちろんあの社会に出る企業等に勤めるという方もいらっしゃいますただまあ多くの方が結構あの修士課程に入りますで修士課程というのは、まあ、あるいはあの博士前期課程とも呼ばれますけれどもこれは2年間でして えー、よりプロフェッショナルなです、ね、研究活動をするということになりますで終始になりますとですね工学系の場合は結構あの外部の大学ですとか海外からもたくさん学生が入られますですからそういった意味でですねいろんなこう、えー、バックグラウンドの方々と、えー、交流する機会があります、えー、もちろん日本,だ日本語だけではなくてですね、えーまあ、例えば英語だとかを使ってということもあると思いますねあとあの場合によってはあの国際学会等で発表すると ということになります <laughs> でさらに、えーとまあ、そこでもちろんあの就職する方もいらっしゃいますけれども、えー、とさらに博士課程になりますと博士課程は今度は3年間ですねで3年間の博士課程になるともうこれは研究者の卵ですから、えーまあ、新しい日本を切り開く人材って書いてありますけれども、まあ、そういったです、ね、新たなこう技術を切り開いてくれるということで、まあ、もちろん学生ではあるんですけれどもプロフェッショナルとしても扱われる、まあ、そういった段階ということになります。 であのこれから、まあ、社会に求められる高度人材は何かということなんですけれども、まあ、当然あの、高い専門性を持つということは重要だと思いますでそれにプラスしてです、ね、何らかの形でリーダーシップをです、ね、持てる方、まあ、これが重要なんじゃないかというふうに思いますですからその専門の研究領域だけだとです、ねまあ、非常にこう小さい分野でしかあの、まあ、リーダーは取れないわけですねですのでその領域専門領域の周辺ですね そういったところまで幅広い知識を有するこれはあの結構重要なことでまあ我々はよくですねえ T の字型のえと人物になってほしいと言いますこれ左下にあのまあ T なんか最近ちょっとあの芸人さんで T って言ってますけどまあそれとはちょっと別なんですけれどもこのえと矢印が2つありますねまあ2種類ありますねでこの下に行く矢印これはあの深さを求めるということでえ技術に対する知見ですとか思考の深さ ここういったことが必要なわけですねで一方でこの、えー、と上にある両方向の矢印これは技術分野の広がりということで場合によってはた例えば単に理系に限らず、えー、文献を含めてです、ねまあ、いろんなこう知見を持っていて、まあ、そういう人たちともコラボできるそういう人材というのが必要ということになりますで実はあの右側にです、ね、社会が求める能力って書いてありますけども、えー、COCN これはあの産業競争力懇談会 という、まあ、あの企業の団体というんですかね、まあ、提言団体なんですけれども、こういったところが、えっと、提言しているものなんですけれども、産業界では6つの能力を必要としていると、1つが課題発見ですね、それから幅広い教養と倫理観、それからもちろん高度な専門知識、それから競争に勝ち抜く強い意志、それから、えっとまあ、市場のニーズを感じ取る感性ですね。 そしてっ、えー、と自ら学ぼうとする意欲ということで、まあ、これはあの当然社会が求め,られ求める人材でもあるんですが実はまああの大学でも求められている人材ないしは育てたいと思っている人材像ということになりますで、えー、と工学系研究科の場合ですね実は博士課程に行こうとすると結構いろんなあの経済的支援をがの可能性があります で実際にはです、ね、希望すればほとんどの学生が何らかの支援を受けています。で日本学術振興会の特別研究まあこれはあの、えー、申請して受からなきゃだめなんですが、えー、月20万円ぐらい、ですからまあそれなりに生活はできると思うんですね、それから現在です、ね、国際卓越大学院という仕組みをやってまして、これ、修泊一貫の教育プログラムですけれども、まあ、これでもあのもちろん審査に通らなきゃいけないんですが、通れば月18万円ということになります。 あと、工学系独自でですね、SEUT、SEUT、e、って何かっていうと、スクールオブエンジニアン・ユニバーシュト・東京ということで、まあ、結局、工学系研究科っていう意味なんですが、RA、リサーチ・アシスですがの制度ということで、えーとまあ、優秀な博士の場合、月12万、えーまあ、一般博士は5万ということで、まあ、最低でも5万は、えー、希望すればもらえるということになります。まあ、それ以外にですね、企業から寄付金をいただきまして、リーダー博士人材、 育成基金特別助成プログラムとなりましてこれは月に20万プラス研究費を年100万円もらえるということで、まあ、そうするとですね研究費までもらっちゃってもらえるということになります。ということであの、まあ、もし博士行きたいと思っている方がおられればですねこれを少し参考にしていただければというふうに思います。で、えっと、実は工学系研究科はですね、まあ、当然のごとく産業界とは強いリンクを持っておりまして。 えと実はあの産業界の人たちではですね結構定期的にいろんな話し合いをしたりしています、例えばここに企業対話とありますけれども、まあ、そういったところで、えー、と企業ではどういう人材を求めているか、まあ、そのために工学系研究会、どういう教育体制を作るべきか、まあ、そういったことを、まあ、学んだり、相互に学んだりしているわけですね。 いろんな体験をディスカッションしたりそれかあの、まあ、特に国際舞台の経験なんかをですね、ディスカッションしたりなんてことをしています。で、えーとまあ、皆さんの先輩でもですね、結構いろいろ活躍している方がいらっしゃいまして、えー、とこのちょっと字が小さいかもしれませんけれども、えー、と左上の方これは学業ではないんですけれども、えー、とこれ実はあの、えー、箱根駅伝に出場した東大生ということであの一時新聞だったと思うんですけど 東京大学総長大賞ともらってますねそれからその次はですねこれは学業というか研究なんですけれども総長賞をもらったりあるいは日本学術振興会の育種賞これはすごく名誉ある賞なんですけれどもそういったものももらったりということでそういった方が何人もいらっしゃいますいろんな分野で活躍してますし中には留学生の方もおられますけれどもそういった方々がたくさんおられますまたあの えと工学部出身のノーベル賞受賞者ということで、ね、根岸先生がおられます、これはあの、えー、この方はですね、えー、応用科学、えー、を出られて、えー、とノーベル賞を取られたということです。で、実はあの工学系研究家はですね、あ,まあ、あるいは工学部はですね、結構活発なその国際交流の場がございまして、まあ、ここに書いてあるように、いろんなところでとの、ねえー、エクセェンジプログラム、あの短期留学のプログラム等があります。 ですので、まあ、そういった方々はです、ね、ぜひあの来ていただきたいなというふうに思います。えっと、実はあの、まあ、左下に書いてありますけど工学部というのは国際化が最も進んでいる学部ということで、まあ、あの当然、人数が多いですから留学生の数も多いわけですね、えー、そういう状況です。<laughs> またあの結構です、ね、工学系の世界のトップ大学といろんな連携をしておりましてこれはあのディーンズ・フォーラムというのがありますけれども えと工学系のトップのですね、まあ、世界でトップの工学系のディーンというのはあの、えー、学部長という意味ですけども <laughs> 学部長のフォーラムとありまして、まあ、そこであの、えー、世界的にです、ね、重要な課題を議論して、まあ、どういうコラボレーションができるかということを、えー、議論したりしていますあとはあの国際人材を育てるということで、まあ、特にあのものづくりという面からですねいろいろやってますあの例えば有名なところでいうとあのロボコンってなりますね えまあそういったものですとか、あとあの、えー、衛星を打ち上げて、ですね、えー、そして、まあ、あのというような技術をですね、えー、こういろんな世界の他の大学なんかと競うなんてことをしたりして、まあ、結構いい成績を取ったりしております。<laughs> あとあの、工学部っていうと、ですねなんかあの、えー、女性が少なそうだなと思うかもしれませんが、あのまあ、最近、結構あのコンスタントに増えてきてまして、えーとまあ、あの学部はまだ残念ながらですね11%ぐらいなんですけど、 これはぜひ増やしたいと思ってますが、えっと、女性の先生もですね、少しずつ増えてきているという状況です。あのぜひ、ここにいらっしゃる女子学生の、女子生徒のせ方々もですね、チャレンジしていただきたいなというふうに思います。で、えっと、工学部のですね、この場か、この場というか、あの、前期の教養課程からですね、進学する総数の定員っていうのが、984名。 になります先ほど言いましたように約大体3000名ですので3分の1ぐらいということになりますで、えっと、進学選択というふうに言ってまして、えっとまあ、それぞれのどこの学科ないしはコースをですね選ぶかということを、まあ、あの選択していただくわけですね、えっと、全部で23ありますで工学部っていうのは市としてはですねリーチが一番多くて次がリニーですただですね全科類枠っていうのも結構いろんな学科にございましてですので 例えば文系に入っちゃってでもちょっと工学部に行きたいなっていう時にもちろん進学選択点数は重要なんですけども点数がある程度あればですね工学部を進学部進すすることも可能で,すで実際ですね工学部の進学どのぐらいあるかってことなんですけどもこのグラフの赤っぽいところですねこれが文化の各類ということで結構多くの方々が入ってるっていうのが分かるかなというふうに思います。 でえー、とちなみにあの大学院の方ですね工学系研究科の方はですね学部のが16学科あったんですけど今度はあの18選考ありましてなおかついろんなセンターがあります左側の方にたくさんありますけどもあとあの社会人用のですね、えー、と大学院もありますので一度社会に出てからですね入り直すなんてことも可能です。えー、ということで、えーとまあ、もしですねご興味があればここにあの 工学部のホームページがあの、えっと、URL が載ってますけれども、まあ、それを見ていただきたいと思いますで特にあの最近少しウェブをです、ね、作り直しまして一番最初に、まあ、ちょっとあの、えー、工学部で活躍している先生をです、ね、フィーチャーしてその研究内容を、まあ、そクリックすると入ってくるんですけど見ていただくことができますで結構いろんな分野の先生が出てきますのであのそれをです、ねえー、ぜひ見ていただければなというふうに思います ということで、もしご興味があればですね、ぜひ、えー、工学分野も、えー、その選択の一つに入れていただければいいかなと思います。どうもあのご清聴ありがとうございました。